いつもご視聴ありがとうございます。ニューヨークメディアがヤンキースに大谷翔平獲得を提言。間違いなくボロ儲けができる。第5回 WBC で見せた活躍に続き、大谷翔平選手はエンゼルスでもレギュラーシーズン開幕から素晴らしい活躍を見せています。そんな大谷選手は FA となる2023年オフにどのような動きを見せるのかが、すでにアメリカ中で大きな注目を集めているのです。今シーズン終了後に契約満了を迎える大谷選手、水面下ではすでにトレードを含めた争奪戦が繰り広げられているようで、アメリカメディアでは連日のように様々な噂が飛び交っています。エンジェルスの地元紙ロサンゼルスタイムズでは、関係者の情報として、大谷の次期契約が12年6億ドル、約792億円を超えるメガディールになると報じるなど、超大型契約の噂も出てきています。今後もシーズンが終盤に進んでいくほど移籍話が加速していくであろう大谷選手の去就ですが、その中で興味深い持論を展開するのが、ニュージャージーに拠点を置くニューヨークヤンキースの地元メディア NJ.com です。このメディアが出した記事には、大胆にもチャリーン、ヤンキースは翔平大谷をブロンクス最大の観光名所に変えられるかという見出しがつけられていて、大谷選手目当てでアナハイムを訪れる観光客の実態をレポートした LA タイムズの記事を引用し、我々の親愛なるヤンキースへ、全てあなたたちのものになり得るよと、ヤンキースに大谷選手の獲得を提言しました。またこの記事では、大谷選手の獲得で得られるのはグラウンド上での効果だけではなく、日本や台湾など地球の反対側から押し寄せるファンに脚光を当てて、彼らは手ぶらでは帰らない、ユニフォーム、サイン入りのボールや写真などを買って帰るのだと紹介。その上で、ヤンキースに大谷選手獲得を推奨する理由をこう記しています。ヤンキース、あなたたちは有料の試合中継をファンに売りつけるせこい商売をしているが、地球の反対側の新たなファン層を獲得することでボロ儲けできるかもしれない。この男はゴジラよりもさらにビッグなんだ。伝説であるベーブ・ルース以来最高のオールラウンドプレイヤーがニューヨークにいるというのは完璧な融合だろうと、グラウンド外での儲けにもつながるはずだとして、大谷選手の獲得を推奨していました。そんな中で、大谷選手の移籍をめぐっての噂はアメリカ中で他にも様々な意見が上がっているようです。一体どんな内容なのでしょうか。では気になるその中身を見ていきましょう。大谷獲得へ、ヤンキースが抱えるジレンマ。2027年まで続く373億円契約が障壁に。先ほど紹介したように、 NJ.com が推奨する大谷選手の獲得にヤンキースが成功すれば、2022年12月に9年3億6000万ドル、約504億円の大型契約をアーロン・ジャッジ選手と結んだヤンキースに2人の MVP が揃うことになります。しかし、ニューヨークの地元紙デイリーニューズは、ヤンキースのファンが獲得を夢見る、もうすぐ FA になるスターの一人に大谷選手を挙げていますが、現在ヤンキースで DH を務めるジャンカルロ・スタントン選手との契約が2028年まで残っていることなどから、獲得に乗り出す可能性は低いだろうと報じています。メジャー屈指のスラッガーであるスタントン選手は、2014年オフに当時所属していたマーリンズと13年総額3億2500万ドルの大型契約を結んでいました。その後、2017年12月にトレードでヤンキースにやってきましたが、マーリンズ時代に結んだ契約は引き継がれていて、2027年までヤンキースの支払いは残っています。この事実があることで、ヤンキースが大谷の獲得に本格的に乗り出すことをより難しくさせるだろうと、デイリーニューズは解説しています。また大谷選手がヤンキースに移籍する可能性があることについて、ネット上では反対の声も上がっています。ヤンキースだけは絶対行くべきではないと強く思います。もちろん MLB 最高の人気球団ではあるし、マスコミも全米一なので注目度は半端ないでしょうが、成績が悪くなると一気に非難と中傷と罵声を品もなくぶつけてるので、落ち着いて野球に打ち込めないし、おそらく二刀流も最初だけですぐに投打のどちらかに迫られるのは必至。大谷選手は金銭にはこだわらないし、純粋に野球が好きで、今後も体力のある限り二刀流をやり続けていたいという思いがあるはずなので、この球団だけは避けるべき。大谷には気温が暖かくてファンもほのぼのしているチームが似合っている。予想では東には行かないと思います。エンゼルスかドジャースに絞られる気がします。
強くなければわざわざエンゼルスから移籍する必要ないです。ヤンキースはシーズン後半になると毎年のようにホームランバッターをトレードで獲得している。その選手を DH に使っているチームに大谷が必要なのか甚だ疑問。客寄せパンダのように扱うつもりなら大谷獲得には名乗り出ないでほしいといったコメントが見られました。彼が歴代最高額で契約するのを期待している。メジャー最強左腕も期待する大谷の契約。ここまで見てきてわかるように、もし大谷選手が FA で移籍することになれば、メジャーの歴史を大きく揺るがす天文学的なお金が動くことになります。実際にシーズン開幕前は5億ドル、約658億円規模の契約になる可能性が高いと見られていましたが、 MVP に輝いた WBC での活躍や今シーズン開幕後も投打両面で活躍を続ける姿を見て、実力と人気両面で評価がさらに上昇。その結果、12年6億ドル、約792億円を超える契約になるのではないかと噂されるようになっているのです。もしも大谷選手がこれだけの金額で契約することになれば、これまでのメジャーで最大の契約となっている大谷選手の同僚でもあるマイク・トラウト選手が2019年3月に結んだ12年4億2650万ドル、当時のレートで479億円は軽く更新することになります。また NBA、NHL を含む北米4大スポーツ全体では、NFL チーフスのパトリック・マホームズ選手が2020年7月に結んだ10年5億300万ドル、当時のレートで538億円が最高となっていて、この金額も更新することになります。あまりにも大きな数字すぎて想像もつきませんが、この金額を出せるのではないかと予想されているのが、ヤンキース以外にドジャース、メッツ、パドレスなど金銭的な余裕がある球団の名前が挙がっているのです。そんな大谷選手の契約について、2014年に当時投手として最高額の7年総額2億1500万ドル、約229億円で契約したドジャースのエース、クレイトン・カーショー投手は、彼はユニコーン。野球の歴史の中で彼に匹敵する選手が今後出てくるのかわからない。彼が歴代最高額で契約するのを期待しているし、当然の話。とコメントしていました。底なしの懐を持っているメッツオーナーが大谷獲得のために来日。このように誰もが注目する大谷選手の去就ですが、ヤンキースと同じくニューヨークに本拠地を置くメッツも移籍先の有力候補として挙がっています。イギリスメディアのザ・ミラーはこれまでも移籍先候補に挙がってきたメッツと大谷選手の関係に言及しています。その記事の内容は、メッツのオーナースティーブ・コーエン氏が WBC 開催中に東京ドームを訪れたことで大谷選手の視察を行ったのではないかと伝えるものでした。ニューヨークメッツは今年後半のショウヘイ・オータニのフリーエージェントレースで主要な候補になると予想され、スティーブ・コーエンが言った秘密の旅行は、彼らが大きな支出をする準備ができていることを示すのかもしれないと推測しています。そしてこの記事では、メッツは多くの大物選手を獲得し、直近のオフシーズンのフリーエージェントだけで5億ドル近い資金を投入し、底なしの懐を持っているように見えると、近年莫大な金額を使っている公園オーナーの懐は底がないのではないかと報じていました。その一方で、アメリカのスポーツメディアジアスレチックは、公園は WBC で大谷の投球を日本で見ていたが、スカウトではなかったと主張しているというように、公園氏が別の目的で来日したのではないかと報じています。それでもこの記事では、公園はオフシーズンの入札合戦でカルロス・コレアに3億1500万ドルのオファーを出すことを厭わなかった。大谷が新しいチームを選ぶ時が来たら、望むものは何でも支払う用意があるのだろうとして、大谷選手を獲得する見込みは十分にあるだろうと伝えていました。30チーム全てが同じチャンスを得ることができる大谷の代理人が語った言葉とは、まさしくマネーゲームの様相を呈していくことになりそうな大谷選手の獲得レースですが、そこで重要になってくるのが代理人の存在です。現在大谷選手の代理人を務めているのがネズ・バレロ氏という人物です。そんなバレロ氏は大谷選手の去就について、大谷は2023年に集中したいと言っている。正直なところ、彼は2023年エンゼルスでプレーすることだけを考えていると、大谷選手が目の前の戦いに集中していると語っています。その上でバレロ氏は、
2023年末にどうするかを決める。とてもエキサイティングなことになり、どのチームが彼の価値に見合った金額を払えるのか、どのチームが払えないのかがわかるだろう。30チームすべてが同じチャンスを得ることができる。彼の給料を払えるならどのチームも排除しないと語り、メジャー30球団すべてが大谷選手を獲得可能であることを強調していました。 WBC で見せた野球を全力で楽しむ姿をメジャーでも見たい気持ちは日本中の野球ファンが持っていると思うので、今シーズンエンゼルスが結果を残せなかった場合にはワールドシリーズ制覇を狙える球団に移籍してほしいですよね。あなたはどう思いますか？ぜひあなたの意見をコメント欄に書いて教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、高評価をお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。